マナイタ橋とは、東京都千代田区にある靖国通りの橋である。日本橋側上流にかかり、東側の神田神保町三丁目と、西側の九段北一丁目及び九段南一丁目を結ぶ。マナイタ橋南独として知られる。橋名は、外なっているが、一般的には、マナイタと表記されることが多い。他に、マナイタや巨板などとも書かれた。 稀に、おねえとごきされる。名前の由来は、橋が2枚のまな板を渡したような板橋であったことによるとする説と、近くに存在した台所町との関連で名付けられたとする説がある。西詰めに地下鉄急断支駅機が存在し、その先に九段坂が伸びる。東詰めにはまな板橋交差点があり、その向こうに神保町が続く。西側には、 靖国神社や北の丸公園、東側には、先週大学神田キャンパスや神田古書店街などが広がり、観光名所に囲まれている。周辺には球団会館など戦前からの建築物も残る。日本橋側に沿って、上を首都高速5号池袋線が多い、すぐ北に西神田出入口、南に竹橋ジャンクションがある。 江戸時代初期の架橋と思われるが、詳しい年代は不明である。江戸時代には東側には武家地が広がり、西側は飯田町と称した。東側には、現在のように橋を降りて直進する道路はなかったため、橋は現在ほど往来が多くはなく、橋自体も小規模であった。万次年間より1903年までの期間、日本橋側は、 神田川からの分流点より堀留橋までの区間が埋め立てられており、堀留橋付近がその名の通り堀留で、まないた橋が日本橋側の最も上流に架かる橋であった。まないた橋と堀留の間の西岸には1664年よりまないた橋が存在し、物資の荷上げが行われた。明治には武家地が廃されて東側にも 神保町へ続く直進した道路が設けられ、1904年に東京市電が開通すると、マナイタ橋は交通の要衝となった。関東大震災後、震災復興再開発事業の一環として、大正通りの拡幅が進められ、1929年12月、マナイタ橋も橋町24.5メートル、福音42メートルの鉄筋コンクリートの、 三鶴原アーチ橋に掛け替えられると、まな板橋の交通量はさらに増加した。1967年首都高の高架に覆われた。安国通り地下の都営地下鉄新宿線建設に伴い、1983年探検官の鋼桁橋に掛け直され、現在に至る。ここでの台所町とは、神田明神家五台所町のことではなく、玄土区域まで、 現在の飯田橋二丁目にあったものを言う。1697年の大化後築地に大地を与えられ、残った町屋は元飯田町と称した。その後九段坂北側が元飯田町、南側が武家地となり、合わせて飯田町と通称された。飯田町は1872年に一体の行政地名となった。 A.B. 今内田橋1929から12土木学会附属土木図書館2018年6月19日閲覧ありがとうございます